この動画はアルティウムの提供でお送りします。とうとうナスを購入しました。この前から従業員を雇い始めたんですけども、その時くらいからですね、やはりデータ共有をですねするものが必要だということで、こちらのナスを買いました。スペックなんですけども、 2.5GB のイーサーネットが2つ入ってて、これ結構重いですね。これですね。この NAS なんですけども、ハードディスクドライブいくつ載せられるかなんですけど、ベイ数が8のものを選んでます。ここにハードディスクが入ります。後からハードディスクの数を拡張するために、この NAS を買い足していくのもめんどくさいので、最初からこのベイが8個あるものを購入しました。でもどうして NAS を導入したのか。ワンドライブとか Google ドライブとか、そういったオンラインストレージサービスもありますが、そういったのは容量が増えていくと料金も指数関数的に高くなっていきます。そして使えるストレージの容量にもある程度上限があります。一応増やせはするんですけども、料金がものすごく高額になります。そしてオンラインストレージの場合で一番気になるのが通信速度です。データのアップロードとダウンロードの速度ですが、契約している回線の速度に依存します。例えば 1GBps の光回線を契約している場合、ベストエフォートで 1GBps、 1秒間に 125MB のダウンロードとアップロードしかできません。これはベストエフォートなので、実際のダウンロード速度はこれよりも遅くなります。これより早くしようとして、例えば 10GBps の回線を契約したとしても、データセンター側で速度を絞っていればダウンロードアップロードの速度は上がりません。実際にワンドライブとかのオンラインストレージを試しましたが、 400MBps くらいの速度しか出ません。1秒間に50MB です。これだと動画データのダウンロードとアップロードに1日かかってしまいます。ですので、このNASを導入するわけです。今回ハードディスクはこちらを購入しました。 WD のレッドプラス、まあ NAS 用に使われているハードディスクドライブですね。これ開けていくんですけども、今回 12TB を2つ購入しました。まあ容量あたりの価格が一番安かったのでこれにしています。これ開けていって、これもですね、まあセッティングは特に難しくないですね。入れてやるだけです。これが一つ目のベイですね。もう一つやります。今回レイド1なので、ハードディスク2台構成ですね。今回は HDD 一つが 12TB で、それが2つあります。つまり 24TB 分あります。ですけど2つに同じデータを書き込むので、実際には 12TB 分しか使えないというわけです。2つともこのアダプターに入れたので、まあ、刺すだけですね。簡単です。なかなか入りませんね。入った。はい、セッティング完了です。では実際に接続して NAS を試してみます。ちなみにもうこちらの NAS の本体自体の設定は終わっていて、RAID 1の状態で使える状態です。まあ、実際にどのくらいの速度で転送できるかを試してみます。こちらですね、こちらの QNAP をなす 2.5GB のイーサーネット2つついていて、待機幅としては 5GB まで使えるようになってます。とりあえず1つつないでおいて、こちらですね、スイッチも用意してます。10GB が2つと 2.5GB が4つついてますので、まあそこそこ早いスイッチングハブかなって感じですね。で、このスイッチングハブと、まあ、NAS と、あとはパソコンをつなぐんですけど、こちらのパソコンの方にもしっかりとつないでおきます。では実際にね、データをやり取りしてみます。パソコンに取り込んだ動画データをこの NAS の方に移してみます。で、動画データですけど、これですね、前作った動画を 4K に解像度を変更してこういう風に作ってます。 13GB あります。これをね、NAS の方に移動すると、はい、今転送されてますね。これ見てください。思ったよりも速度出てないんですね。速度が今 111MB/s ですね。この速さにすると、940MBps しか出てないです。これだと 10GB のデータを移動するのに80秒もかかってしまいます。これ思ったより速度出てないんですけど、これなんでかっていうと、パソコンの方のマザーボードが 1GB のイーサーネットにしか対応してなくてですね、
まあ、ここがボトルネックになっています。ですので、10ギガビットのLANカードを買ったので、これをつけて試してみます。この10ギガビットのイーサーネットのカードをパソコンの方に挿します。最初からマザーボード10ギガ対応のやつ買っておけばよかったんですけども、まあ仕方ないですね。ということでパソコンの方に10ギガのLANの拡張カードを入れましたが、実際に速度上がったか確認してみます。いきますよ。さっきと同じデータをね、入れてみると、これ今パソコンから NAS の方に移動させていますが、だいたい200メガバイト以上出ていますね。ちょっと速度が下がったり上がったりしてますね。速度あんまし安定していませんね。こんな感じで NAS への書き込みの速度は上がったり下がったりして安定していません。これはおそらく、こちらの NAS 側のハードディスクドライブの書き込みの速度の制限にかかっていそうな雰囲気です。速度は最大で 2.5bps 出てます。これは NAS 側のイーサネットの上限と同じですね。今はパソコンから NAS の方にデータをアップロードしていましたけども、次は NAS の方からパソコンの方にデータを送ってみます。まあダウンロードする側ですね。そうすると 270MB くらいが MAX で出てますね。それはちょうど 2.4GBps くらいですね。ただこちらもですね、NAS へのアップロードと同様に速度はあまり安定していません。ハードディスク自体の速度がボトルネックになっている可能性が結構高いです。最大でも 270MB くらいでダウンロードできました。これはだいたい 2GBps くらい速度が出てます。でですね、実際ネットワーク単体でどのくらい速度が出てるのか試してみます。これネットワークの速度を測定するのに iPerf を使います。実際実行するとこんな感じですね。だいたいネットワークの速度で 2.37Gbps くらい出てます。パソコンの方は速度が 10GB のイーサーネットを積んでて、こちらの NAS の方が 2.5GB のイーサーネットになってますので、こちらの方が完全にボトルネックになっているわけです。ちなみにアップロードとダウンロードの速度が安定してないのはおそらくハードディスクドライブの書き込み速度です。じゃあ次に何をするかというと、もうちょっと速度を上げたいということで、このですね、実はイーサーネットのLANケーブルのところ2つありますけども、それ2つつなぐとですね、どうやらポートトランキングといって帯域幅を広げることができるようです。実際に2つつなげてやってみます。 2.5GB×2 なので 5GBps の帯域幅になるはずです。この NAS の設定のソフトのところからポートトランキングを選んで、そしてこのイーサーネット2つを同時に動かすようにすれば、ちゃんとできるはずです。まあここら辺の設定は、適当で OK かな。帯域幅が2倍の 5GBps になったので速度も2倍になってほしいんですけど、どうでしょうか。今速度が 270MB/s 出てるんですけど、これ先ほどと変わらないですね。結果こっちも見てるんですけども 2.5GBps しか速度が出てません。いろいろ実験してみたんですけど、この帯域幅が2倍になるっていうのは複数人で使った時にも速度が落ちないという、そういった意味らしいです。1台のパソコンからアップロードをダウンロードする速度の上限は 2.5GBps のまま変わりませんでした。ハードディスクの速度がボトルネックになっているので、このくらいの速度が限界かなというところなんですけども、一緒にですね、この QNAP 用に使える 10GBps のLANカードも買ってしまったんですね。正直速度的には必要ないかなってところなんですけども、買ってしまったのでインストールします。まあ、インストールは簡単ですね。これ箱開けて、ここに拡張カード2つ刺せるところあるんですけど、ここに刺せばもうこのまま使えます。カード以外の拡張なんですけど、ここに SSD が2枚と、あとメモリーがプラス1枚拡張できるようになってます。今回はここら辺は何も拡張はしません。拡張カード差し終わったら、蓋を元に戻して、再び電源を入れれば、勝手に認識されます。LANケーブル差しましたが、10ギガで認識されています。ここ見てみると、10ギガでリンクされてます。緑、10ギガです。iPerf で速度を測定してみました。
速度ですけども 7.41Gbps なので速度は上がりましたけども 10Gbps の上限の速度までは出ていない状況です。速度のベンチマークやってみます。クリスタルディスクマークですね。どのくらいの速度が出ているか見てみます。左が QNAP の LAN カードを拡張する前で、右が 10GB の LAN カードを拡張した後です。 10GbEthernet の LAN カードを入れた状態だと明らかにベンチマークの速度は上がりました。動画データを移動した場合にも速度が上がるか見てみます。 13GB の動画データです。これが 2.5GEthernet と 10GbEthernet の速度の違いです。 13GB の動画データをパソコンの方から QNAP にアップロードする場合、 2.5GbEthernet で83秒、 10GbEthernet で81秒でした。まあ速度ほとんど変わらないですね。次、QNAP からパソコンへのダウンロードの速度です。これは若干の違いが見られました。2.5GbEthernet の場合、かかった時間は55秒。10GbEthernet の場合は50秒。若干早くなったかなっていうくらいですね。LANカードを拡張してネットワークの速度は上げられるわけなんですけども、結局はこの中に入っているハードディスクドライブの読み書きの速度がボトルネックになるので、動画ファイルをアップロードしたりダウンロードしたりっていうやり方ではそこまで速度は変わりません。これは使っているハードディスクの数だったり、あとはレイドの構成によってもだいぶ変わるかと思います。というわけで今日は QNAP の NAS を導入しました。これで動画データのやり取りも随分楽になるはずです。アップロードとダウンロードの速度もだいたい 200MB から 250MB 毎秒くらい出てます。まあ、もうちょっとこの2倍くらい欲しかったなってのもあるんですけども、まあそれより上の速度を目指そうとすると、レイドの構成であったり、あとはハードディスク自体を変えないと厳しそうな感じではあります。動画の後半で導入した拡張 LAN カードについてはちょっと過大な設備投資かなっていうふうには思いましたね。 10GB の速度を最大限に活用するにはデータをやり取りする通信機器すべて 10GB になりますし、その他にもスイッチも 10GB 対応にする必要があります。意外とお金かかるんですね。こういった設備の導入は今後人がさらに増えた時に進めていきたいと思います。それでは今日のスポンサーの RTM の紹介です。どうぞ。 RTM はプリント基盤エディターの機能はもちろんのこと、オンラインサーバーでチームと回路図 PCB の共有、回路のデザインレビューもできます。部品在庫をディジキー、マウザーなどでリアルタイムで確認など、プリント基盤の設計をより効率的にする機能が満載です。まずは無料体験版があるので、そちらを使って良さそうだったらぜひ職場での導入を検討してみてください。概要欄のリンクから購入してもらいますと割引になります。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。